任期満了に伴う下市町長選挙が今日告示されました。元町議3人を含む新人4人が立候補する混戦となっています。立候補したのは届け出順にいずれも無所属の新人で、元町議の松田典子さん、元町議の中島久夫さん、まちづくり会社代表の水口義文さん、元町議の吉井達也さんです。現職の杉本町長は引退表明しています。町民の2人に1人が高齢者という深刻な高齢化や人口減少に歯止めをかけるための福祉、子育て、教育支援などを争点に論戦が繰り広げられそうです。病気になった時に医療機関に行ける、そういう移動の支援、例えばデマンドタクシーなどしていきたいと思います。女性の力を私は集結して下市町を変えていきたいと思っております。下市町全体での防災組織を作りたいと、今はドローンの時代でございます。そういったものをどんどん使って町長にしてよかったと思えるような町づくりをしていきたいと思っております。もっとええ町に対話から作っていきたいと思います。ここにいる皆さんと共に4500人と一丸となって挑戦します。33歳、この先の人生を下市町のために捧げる覚悟でいます。住民の皆さんと語り合う未来会議、まあ、そういった場をどんどん作っていって、下市で生まれ育った方が出ていかない町、下市になんか行きたいな、住みたいなというような、そういった町にしていきたいと思っております。下市町長選挙も今月10日に投開票が行われます。